物語の舞台トロイアの現在の姿、トロイの遺跡を私竹内かなえがご説明します。ここはトロイの英雄たちが戦場へ攻めて出た東の門です。かつてここに開閉式の扉が取り付けられていました。外へ通じる通路の両側の城壁は高さ12メートルを超えていたといい、攻め込んできた敵はその上から一斉攻撃を受けることになります。全長550メートルの城壁に囲まれたトロイはまさに難攻不落の城塞都市だったんです。ここはメインゲートの南の門です。ギリシャ神話の英雄アキレウスとヘクトルの対決が行われたスカイア門とも言われています。緩やかな上り坂になっている通路には当時の排水設備が今でも残っています。シュリーマン北南港跡と呼ばれる発掘の跡では紀元前3000年に人々が住み着いて以来、その上に9層の都市が次々に重なって築かれた様子がわかります。一番深い第1子から最も新しい第9子まで16メートルもの高さがあります。この円形劇場はローマ時代のものです。大理石の貴賓石が残るなど、トロイの中でも最もよく保存されている遺跡で、もともとは木造の屋根で覆われていたとされています。トロイの最初の住人たちが築いた住居の跡です。これらは石の土台の上に泥レンガで建てられており、細長く幅の狭いものでした。このうちの一軒の床下からは幼児の埋葬体が発掘されていることから、新生児は死亡した後も保護すべき存在と考えられていたようです。こうして登ってみてもちょっときついのですが、木馬は丸太に乗せられてこの坂道を運ばれたといいます。幅7メートル長さ21メートルの敷石の美しい道と、両側の城壁がかなり良い状態で残っています。シュリーマンがいわゆるプリアモスの財宝、黄金の装飾品の数々を発見したのは北に連なるこの城壁の下でした。門を壊して木馬を城内に運び入れたと言われているのがこの西の門です。門には急いで修理したような跡があり、色も形も不揃いな石で塞がれています。トロイに最初の人々が安住した頃から聖域とされていた場所がここです。古い祭壇の土台の上に新しい時代の祭壇が築かれていることがわかります。どんな神様が信仰されていたのかは分かっていませんが、この祭壇で家畜が生贄として神に捧げられました。生贄の血は水路を通って近くの池に流されるようになっています。紀元前334年、アレクサンダー大王も遠征の途中この地に立ち寄り奉納品を捧げたそうです。トロイといえばやはり木馬ということで、1974年巨大な木馬が遺跡の入り口に復元されました。ギリシャ神話の舞台として知られる出で山の松の木を使い、古代の記録や陶器に刻まれた絵を参考に作られたものです。